非行世界中で大混乱発生ダニアウベスの刑務所内自殺報道。海外のフォロワー数十万人の人物がある投稿をした。その内容は元ブラジル代表でバルセロナで長年活躍したダニアウベスさんが刑務所内で自殺したとの報道。これに関して真実はまだ分かっていませんが、海外を含めたネット上では大混乱が発生している模様。トレンド入りしてしまっている状況にある。この投稿にはたくさんのコメントが寄せられており、情報源を確認したいとの声が多くあるものの、それに対する返信は今のところ確認できない。フェイクニュースである可能性も考えられるが、事実だった場合にはその悲しみは計り知れない。ダニアウベスには性的暴行の罪で4年半の実刑と被害女性に対し約2300万円の支払い命令が出ていた。アウベスガチ？アウベスのやつさすがに嘘やろ。それは本当ではありません。リラックスしてください。コメディアンによって投稿されました。彼は冗談を言っていた。これが真実でなければいいのですが、これは信じたくない。神よ。ソースは？ファブリチオはまだ反応していません。これが嘘であることを信じたい。家も家族もお金も全てを失っても彼は強い男だ。彼は何度でも這い上がる。これはフェイクだ。真実だったら私は涙が止まらなくなってしまうよ。ダニアウベスに関するこの噂が真実でないことを祈ります。